そうだよ。顔が、赤ちゃんの顔がママの子宮にぺったりくっついてる。取れない、取れない、こんなに大きくなるとちょっと厳しいかな。動いてくれないと、うん、赤ちゃんが起きてこないと、さっきの動きだ、うん、厳しいな。今日はちょっと難しいと思う、佐藤さん。ここ赤ちゃん心臓ね、バク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 動いてる。ここになんかモコモコ動いてる。赤ちゃんのお口。で、お顔自体はここに目、鼻って本当はあるんだけど、ここのママの壁にこれにぴったりくっついてるから、どうしてもあの怖い顔しか。開けてるよね、ね。ここだね、さ、ね。あんな。ここがお口はわかる？ビデオはいらないでしょ。もう大きくなりすぎると逆に取れないんです。そうですね、基本的にちょっと大きくなりすぎですね、赤ちゃんもママも。場所が悪かったかな、基本的には。赤ちゃんの顔が胎盤にこうくっついちゃってるのが取れない原因だから、くっつかなければもうちょっと良かったかな。大きくても、大きい波に取れるとは思うんだけど、ここ指分かるかな、指が動いてたら、ね、ここに見えてるお耳の部分ね、他はこっち側を向いてるんですよね。
原因も分かってるのね。そっか。あまり大きいと手術するんですか。手術が嫌だったらちょっとおやつやめようか。また甘いもんを食べるね。オレオか。まあ美味しいんだけどね。こう出てたね、指トントントン。で、なんでってこうなります。こうして壁にペタってここが壁。こういう風に見えて。この手のところに顔が来るともうちょっと見えるかもしれないね。手がこんなふうに見えてるかもね。覚えてるね。性別は女の子。女の子。はい。半分もぺってくっついてます。くっつかれるとね、ちょっともうどうにもならんからね。厳しいところなんだけど。そうそうそう、お花が出てきたね、少し。少し花出てきたけど、目はどうでしょう。ちょっとこっちに顔が向くと見えると思うわ。まあまあ。